はい、ファスティングマイスターのやすしです。本日も動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。本日はですね、私がですね、白米よりも玄米をおすすめする理由をお伝えしていきたいと思います。この食生活を変えることによって、体に変化が起きますので、ぜひね、参考にしてほしいかなと思います。はい、まずね、玄米、最初私は玄米が結構苦手でした。なんか癖があるし、うえって感じだったんだけど、白米も私実は大好きなんですよ。で、白米と玄米をちょっとミックスさせた状態で食べてます、今も。そう、白米どうしてもね、やめられないんですね。やめられなくて、あの味がどうしても好きなんで、別に無理にしてやめることはないと思うんです。で、どういうことが起きるかとかを考えながら食べるとまた効果的なので、そこをね、聞いてほしいかなと思います。はい、で、白米よりも玄米っていうのは、白米がこうあるとすると、玄米ってもっとこう膜がありますね。膜っていうか、これ胚芽っていうんですけど、この間のことね、これは胚芽ね。胚芽にはビタミンとミネラルが豊富になります。ビタミン、ミネラルが豊富、これ栄養で、栄養素使うときにミネラルのビタミンがすごい大事なこと、重要な栄養素になりますので、これぜひね、取り入れてほしいかなと思います。で、またね、玄米には食物繊維がすごい豊富なんです。食物繊維。これ、腸内環境を良くするためにも、食物繊維が大事なので、これも大事です。そう、重要ですってことですね。はい。あと、もう一個。一番私が大事かなっていうのがあるんですけども、白米とかね、食パンとか砂糖っていうのが、白いものっていうのがあんまり良くないんですよ。良くないって言い方がおかしいんですけども、これ、血糖値、さっき言った白いやつ、白米、砂糖、パン、食パンとか。で、食べると血糖値がガクッと上がるんですよ。グーンと上がります。ぐーんと上がっちゃうと、今度はどうするかと言ったら、上がったから下がるだけなんですよ。下がるだけ、シューッと血糖値がギューッと上がるので、内臓の膵臓ってところからインスリンが出ます。インスリン、血糖値を下げるような状態です。下げるような作用があるので、インスリンを使って下げていきます。この下降しすぎちゃうんですね。この下降しすぎちゃうと今度は下まで行っちゃうので、体が上げなきゃと思って、血糖値なんかないので、今度はアドレナリン出す。アドレナリン出してあげていく。その時にね、アドレナリンっていうのがもう興奮状態ですよね。そう、戦闘モード、戦ってるので、それであげるってことは結構もう切れそうなんですよ。切れてるんですよ。だからよくね、切れちゃう子供がよく最近多いと思うんですけども、そのね、ガクッと上がって落ちてまた上げる時が切れやすいんですよ。そう、だから食生活がね、糖分、血糖値が乱れちゃってるんですね。こういう波があるからね。なんで、もともと安定してれば、こう、ちょっとね、波があっても、少ない、小さい波だったら全然安定してるので、そこを考えてほしいかなと思います。で、食事をね、作る人が変わらないと、その家族、お母さん、お父さん、あと、息子さん、娘さんとか、旦那さん、奥さんとか、全部の人には変わらないので、一人が作る人が変わればね、この食事のことを考えて、あ、食事作るの変えなきゃ、考えなきゃって思って、それ考えて作ってあげれば、家族全員が変わります。で、今度家族全員が変わったとするじゃん。そしたら、ね、今度はそこのまた子供ができた、結婚して子供ができたとか、全部そこまで変わって、どんどんね、つながっていくんですよ。そこが変わらないと、ずーっとどこまででも今の食生活で行ってしまいますので、どっかで変わらないと子供たちの未来が心配かなと私は思ってます。はい、なので、玄米に食べると血糖値が上がらない、そこまで上がらない。そう、白米あげて食べると血糖値上がってで、下がる一方でアドレナリンで上がっていく。だけど玄米だと徐々に上がっていくので、そんな抵抗ないんですね。抵抗がない。なので玄米が私はおすすめしてます。
でも無理して全部玄米っていうのがきついと思うので、白米と玄米を少しずつ混ぜて合わせてやっていくのがいいかなと思います。で、結構玄米好きだなと思ったら最後にはもう玄米 100% でもいいと思うので、最初 10% 白米 90% の玄米 10% とかやってもらって混ぜていって、慣れてきたらどんどん玄米の量を増やしていって、最後もしよかったら 100% でもいいかなと私は思ってます。私はもう7:3ぐらいで玄米が多いんですけど、やっぱりね白米の味好きなんで、そこだけはやめられなかったですね。はい、でそこをね考えてほしいかなと思います。そうすると考えれば玄米っていうのも食べれると思うんですよ。何もただね何にもない状態だと玄米わーって思うんですけど、玄米の素晴らしさが分かれば、いろいろ工夫もできると思うので、ぜひやってみてほしいと思います。はい、ではまた動画あげますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。